皆さんこんにちは。エニビューティークリニック、院長のユンザーです。じゃあ今日は普段の僕がやってるメンテナンスの中で、特に重要視してる、ハイフで、その中でも、特に、目の周りのハイフについて、ちょっとお話したいなと思います。でやっぱり目の周りの皮膚って結構薄いですし、やっぱたるみがすぐ出やすいところになってくるので、僕もこうやって今こう近くで見てみると、やっぱりちょっとこの外側の部分がちょっとこうかぶさりが出そうになってますし、でこっちに関してはちょっとこう目の開きがちょっとやっぱり仕事終わりちょっとこう弱くなってくる様子があるので、そういうこうちょっと目の開きを良くしたり、あとちょっとこういうかぶさりをやっぱ事前にこう予防するって意味で、目の周りのハイフは結構こまめに、当てるようにしてます。一般的な頻度で言うと、2、3ヶ月に1回ぐらいがおすすめで、僕の場合は結構まめに当ててるんで、1ヶ月に1回ぐらい当ててるんですけども、で、よく心配、時々聞かれるそのハイフを当てすぎるとこうくぼみが助長されてすごい目がくぼんでしまうのではないかとか、そういう心配の声とかもよく質問で受けるんですけど、自分がやってる限りでは継続的にずっと目の周りハイフ当ててますけど、本当にハイフ自身ですごいこうくぼみが出た印象はないですね。じゃあまたいつも通り、当ててる様子で、またその当て終わった後の目の開きと、動画にしたいと思いますので、どうぞご覧ください。じゃあ今の、目元のハイフが終わった直後になります。で、目の下とで、結構もうまぶたの上から、眉毛の上までしっかり目の上を当ててもらって、でやっぱり体感的にもうちょっと目がこうすって開けやすくなった感じがしますし、こうまぶたのかぶさり感も、体感的には結構減った気がしますね。で一応アップでこう目の動き、またちょっとこれビフォーアフターで並べてみようと思うんで、こういう感じで、目の周りとか、すごくその、非常にこうたるみが出やすいし、一回出てしまうと、手軽な方法では対処が難しいような場所には、目の周りのハイフをこまめに当てておくっていうのは、非常にエイジングケアをする上で、有効な方法だと思いますし、自分も普段からすごい、やっているので、その様子を、お届けしました。以上です。